どうも、激辛ジョニーです。今日も皆さんに火をつけちゃうぞ。激辛 in タイランド。今ね、私、タイにいるんですけれども、まぁ、ちょっと全体の流れから申しますと、今ね、僕、タイのプーケットにいるんですけれども、タイのプーケット内であれば、特に隔離もない、なしで、行動できるということで、今、ちょっとプーケット、来ております。で、まあ、プーケット、7日間滞在した後、バンコク、タイの首都ですね、バンコクに移動して、さらに激辛まみれになると、撮影していきたいなという予定でございます。で、一応ね、昨日の夜に、まあ、到着して、なんか PCR の検査、受けて、で、OK ですよと、陰性が取れたんで、外出許可が今出たところなんで、これから激辛撮影をしていこうというところでございます。タイといったら結構いろいろな辛い料理いっぱいあると思うんですけれども、タイのプーケットね、ちょっと事前に調べたんですけれども、なかなかね、あんまりちょっとね、レビューが上がってなかったんで、まぁ、今回ね、ここにいるんで、まぁ、ちょっと Google マップで、まぁ、スパイシーフードみたいな感じで検索したらバーって出てくんで、まあこの辺のものをなんかこう片っ端からボン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 行ってやろうかなっていう感じなんですけど、まあなんかいっぱい辛そうな出てくんで、とりあえずプーケットはまあこんな感じでちょっと検索したものをまあ片っ端から行こうかなと思っています。まあね、タイのプーケット、まあバンコクもこの後行くんですけども、バンコクでもなんか辛い料理、ありましたらね、ぜひコメントの方よろしくお願いします。こちらが泊まってる部屋です。はい、これ、ここがシャワーですね。シャワーついてて、洗面台に。これトイレなんですけど、トイレね、これタイはね、トイレットペーパー流せないんですよ。これ、なんか、ウォシュレットガンみたいな感じで、これを、これなんか、こう、あれ、台した後に、これをこう、引き金引くと、こんな感じで水出るんですけど、これで、手動のウォシュレットみたいな感じです。で、さっきこれカーテンなんですけど、なんか壊れちゃって、ちょっとフロントの人に行って直してもらいます。はい。これちょっとホテルから眺める景色です。はい。ここが僕が泊まってるホテルです。はい。すごい暑いです。これ。ちょっとバスを乗り継いで行こうかなと思うんで、じゃあちょっとバス停まで歩いていきます。はい。Google マップを頼りに、行きたいと思いますけども、暑いよ、もう真夏ですよ。夏、タイの交差点は信号がないんで、これ渡るの非常に難しいですよ。これっぽいね、バス、あれかな。ちょっとね、バス停が見つからなかったんで、これちょっと待っててもしょうもないところで、バイクを借りました。バイクでちょっと今日一日だけ試しにバイクで借りようと思うんですけど、なんだこの工事用のヘルメット、ふざけてんのかと。ふざけてんだろ。はい。で、これね、一日借りて200バーツ、まあ大体日本円で600円なんで相当安いですね。はい。なんでちょっとこれで、バイクで、目的地に向かいたいと思います。セブンイレブンがありますね。ということで着いたんですけれども、本当ね、行こうとした店があっちにあるお店だったんですけど、なんかまだやってないよっていう、5時からだよっていうこと言われて、いやスパイシーフード食べたいねんって言ったら、あ、こっちのも辛いよみたいな感じでちょっと紹介されたので、今日ちょっとここ行ってみようかなと思うんですけど、なんかトムヤン君とか、なんかあとね、中華系の料理とか多いらしいんで、はい、じゃちょっと中入っていきます。はい、はーい、あー、トムヤン君ある、トムヤン君、オッケー、スパイシーフード、 I wanna eat spicy food。 you need spicy? yeah spicy? トムヤン君、huh? spicy. Oh, okay. spicy okay. Already spicy. Okay.
one please. Okay. Yeah, and this one. Okay. Yeah. Yeah.はい、ということでね、先ほど注文したんですけれども、なんかね、トムヤン君がめっちゃ辛いよみたいなスパイシーって言ってたのと、トムヤン君となんかね、あの豚のなんか串焼き、はい、それをちょっと2つ注文しました。だいたいね、335バーツなんで、どれぐらいだろう、日本円で1000円ぐらいかな、はい、の、ランチセットになります。はい、来ました。 Thank you。トムヤムくん、yeah. yeah, very very spicy. Ooh, it's very spicy. Okay, thank you. うん、美味しそう。あ、すごいね、なんかいろいろかかってるね。あとこれもなんだろう。When you spicy, you put chili powder. Yeah. Yeah. Thank you. いただきます。さあ、タイ初のね激辛遠征ということで。じゃあちょっとまずね、このトムヤンくんヌードルからいってみようかな。はい、ちょっとどんなもんかいただきます。うん、まろやか、おいしいね。ちょっと麺も、なんかあれだね、こうカレーっぽい感じがしますね。おいしい。我ら日本人って麺食べるときこうズルズルすするじゃないですか。でもやっぱ海外ではこれズルズルすすると結構お行儀が悪いって言われてるんで、これ音立てないようにすすってます。うん、油揚げ、うん、なんかこんにゃくはんぺんみたいな、うん、おいしいなこれ。豚肉だけど鶏皮の焼き鳥みたいな感じです。でもカレー風味でスパイシー、うん、これいけるぞ。うん、口の中がスースーハーハーしてきたね。こっちまだ多いから行こう。後半戦、この多いからしたよいしょ、額に汗や。時間差でやっていきませんか。すごいジルジル見られる。うん、これパクチーも入ってますね。これパクチー。うん。
後半になってくると辛さが蓄積してきて口の中がちょっと痛いですね。しびれますわ。これマーラーだ。マーラー、山椒も入ってるからすげえしびれる。山椒とカレーのスパイス混じったような、もうダブル、すげえ口の中しびれるわこれ。おお、コンプリメンタリーフォーユー、サンキュー。うん、ディッシュガヤトン、ガヤトン、ミューティーマレー、ミューティーマレー。おお、サンキュー、ディッシャス、サンキュー。そう、スパイシー、そう、スパイシー。やあ、サンキュー。すごい、サービスなのかわかんないけど、なんか面白そうなんだけど、これ何、これなんかココアみたいな。うん、とこれパン、トースト、チーズのトーストかな、もらっちゃった、ありがたいね。日本の食事って結構味はそんな濃くないじゃないですか。結構これね、濃いんで、すごいジャンキー。それにこのパン、ちょっと腹いっぱいなんだよな。チーズかなこれ。うん、うーん、あ、なるほどなるほど、スイーツというか甘い、おいしいおいしい、デリシャスだこれ。ただお腹がいっぱい。甘っ、すっげえ甘いな。日本で飲むタピオカミルクティーの3倍ぐらい甘い。スープの一番下が辛いですからこれ。うん、とってもスパイシーな成分が入ってますから。もうこの1ヶ月ね、もうタイをね味わい尽くす気で言いますからね。もう気合の入り方違いますから。いただきます。ごちそうさまでした。すっごいスパイシー、なんか濃い、食べ合った後もすごい口の中がヒリヒリするような、そんな一品ですけども、それでは辛さレベルの発表していきましょう。マントリープーケットホテルのラクサヌードルとグリルドポークベリー辛さ増し、はい、辛さ足したバージョンでいきましょう。辛さレベル、じゃららら、じゃん、辛さレベル 6.5 です。はい、 6.5 になります。はい、なんかね、やっぱね、当たり前なんですけども、こう日本にはないね、新たなこの辛さのツボみたいな、うん、あ、そういう辛さあんのみたいな。カレーと、まあ、なんか山椒が効いたこの串焼き、すっごいね、口の中がピリピリ、あとスースーとか、なんかいろんな感覚になりますけれども、逆にね、この食べ終わった後にね、この甘いなんかミルクティー飲んだもんだからね、口の中がもうわけわかんないことになってると。お昼のだいたい今2時ぐらいなんですけど、まあこの後ね、夜ディナーにまたちょっと辛いのを食べて、行こうかなと思うんで、その続きはまた次回にということで、昼飯と夜飯、これは絶対撮影しようかなと思ってるんで、1日2本、まあ移動とかあるかもしれないんですけども、まあね、1日2本を撮影をね目標にしてね、昼と夜撮影して、それをね前後半分けてちょっと撮影していこうかなと思うんでね、ちょっとねコメント読んでいきたいかなと思うんですけれども、ツイッターのコメントですね。はい、僕ちょっとこういうツイートしたんですけども、本日からタイでの激辛武者修行していきます。はい、ペンネームつのつのさん、こんにちは、ジョニーちゃん、タイは暑いですか？暑さで髪の毛蒸れて苔が生えないように気をつけてくださいね。外国なのでいろいろ気をつけてください。髪の毛蒸れて苔にならんわ、おかしいやろ、なんで蒸れて苔が生えんだ、風呂入れ。I want to eat、yes. Very very、extra spicy food, please. Yes. Okay? Yes. ExtraSpicy. Spicy? Yeah, spicy. Hot. Okay. Okay.